この茨城下の国旗です。よろしくお願いします。何ですか今日は、はい、ここは茨城県つくば市にある茨城スタミナラーメンガムシャさん、はい、聞いたことある。スタミナラーメンって聞いたことある。俺もよく聞くスタミナラーメンは。全国にご当地ラーメンってあると思うんだけど、はい、茨城はスタミナラーメンらしいんだよね。それを聞いたことある。食べたことないわ。聞いたことあるだけで。俺も食ったことない。茨城にいるのに、はい、茨城ご当地ラーメンのスタミナラーメンを食べたことないっていうのは、はい、いかがなものかと DM が来てます。今日はもう美味しいラーメンを食べれるってことね。そうです。オッケー。いいもやもや、そういうもやもや待ってたよ。わせ、あれあれ、いくわ。ハゲてねえわ。最後で。それではやっていきましょう。レッツオ。こっちが冷やしスタミナラーメン、こっちがホットスタミナラーメン。はい、動いちゃう。はい、来ました。いただきます。初めて。ありがとうございます。ちょっと待ってください。まず私が毒味を。ああ、毒味、はい。大切だから、毒味。ありがとうございます。毒味しておかないと、万が一俺が倒れちゃったら、城下町全員死んじゃうの。うん。同レベルだから。この森ってさ、お店に失礼だけどね。なんで？なんで？わかんないじゃん、本当に。昔は殺されてるんだよ。そうなんだよ。これで殺されることあるから、暗殺されることもあるから、うん、これで絶対にやってもらわないと。狙われてんの。そうそうそう。食いすぎだな。あ、がっつり食ってんじゃん。もう大丈夫。大丈夫。はい、大丈夫。大丈夫か。いや、じゃあどうだったの。あれ、マヨネーズもっとかけたらないな。アメリカかも。いただきます。いただきます。うまっ。うまい。うまい。これが冷やしだからスープがなくて麺が冷たくて、冷たい麺の上に熱々のあんがかかってて甘辛味、うん、でちょっとピリッとくるんだけど、うん、麺がもちもちですごい美味しい。俺それなったか今。餃子は？餃子うまい。レバーうまいんだよ。わかる。レバーうまい。マジ。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、初めてスタミナラーメン食べたけど、びっくりした。こんなに美味しいと思わなかった。うまかったね。うまかった。しかし、ここのさ、店舗が人気なのかさ、その清潔感もあるしさ、老若男女来れる？年配の老若男女の来れる感じだしさ、雰囲気もさ、店員さんも親切だしさ、ここおすすめだね。というわけで、ここのお店を茨城スタ公式神飯に認定するかどうかを決めてください。認定し、まあ、違うな。だいたい死ぬまで言うのよ、普通はね、普通は、うんこだわり、そこ俺のこだわり。